どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。結構車好きな方多いですね、私のチャンネル視聴者さんの中にもね。ほんでね、あのめちゃめちゃツイッターで言われてるんですけども、13年ぶりにこの私が乗ってる車がまた日本で発売されるようになったんですよ。実はこの私乗ってる車ってあんまり需要とかがなくって、販売停止というかもう生産中止となってたんですけども、13年ぶりに新しいものが出たということで、カズさん買ってレビューしてくださいという声をね多くいただきました。ありがとうございます。買いませんまあただ本日はね、この私もう13年ぐらい、もうほんと最後の年ぐらいに買ったから、これ13年ぐらい使ってみて、どうだったのか、また改めてこれ紹介したこともないと思うからね、古めかしい車としてご紹介したいなと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。はい、では改めまして早速見ていきますか。まず私が乗ってるのがカラーがゴールドなのかな、シャンパンゴールドとかそんな感じのやつ。ブランドっていうか、なんていうのハイラックスエクストラキャブというものになります。ドアがね、2ドア、こっち後ろないんだけど、実はねこれ中の方開けてみるとわかるんだけどさ、あ、今ベビーカー乗ってるわ。後ろ座席があって、これ合計4人乗りだったっけな。ただ後ろこの座席わかると思うんだけど、ちょっと座ってみようかな。よいしょ。座ったんだけど、めちゃめちゃこれ垂直で、座り心地はめちゃくちゃ悪い、後ろ。これやばいよね。なかなかこの、スポーツカーとかにあるあるだね。スポーツカーあるあるの後ろ座席がめちゃめちゃ急。あ、ほんで、ここも一応ね、ドアが開くようになっております。ここ開くとね、すっごい風の抜けが良くなる。ただやっぱ閉め忘れちゃうからやらない方がいいんだけどね。そんで、この座席の下、ここがま、隠しボックスみたいな感じで、ここに、ま、ジャッキアップのやつとか、ま、ちょっとロープを、入れたりしております。そんでね、私の持ってるトラックの、まあ、一番のポイントといったら荷台ですよ、ここ。まあオプションで蓋とかもあるみたいなんだけど、まあこんな感じ。ここの長さが約 1.8m。 ほんでまあ車体こんな感じだよね。結構ね、やんちゃなお兄ちゃん、まあ仕事で使ってる人もいるけど、やんちゃなお兄ちゃんも乗ってるイメージ。なんか結構シャゴタンにしたりとか、そういったのも多いんですよ。ほんでここガチャンと なんかへこんでんな何のやつだろうこれ、まあ、なんか積み下ろしの時になんかへこましたのかな。結構ガチめに使ってるので、後ろの荷台は傷だらけ。そんで現在の走行距離が8万2000キロぐらい。まあほぼ引きこもりしてるから最近ほとんどこれ上がんないんだよな。でもなんとよ、これリッターね、街乗りでもう10キロは行く。これ実は軽油なんですよ。だから粘り強くて燃費がいいのが軽油なんだよね、実は。ほんでまあいいポイントまとめると、あんまり乗ってる人がいないから、すごい目立てる。多分福井県、まあ、私見たことある人で言うと、もうほんとね、2、3台ぐらいしかほんとすれ違わない、これ。同じ色、同じタイプみたいなやつだとね。だからある意味希少性は高いんだよね、13年前に生産終了されたから。だから今でも実は結構高くなってて、さっき調べたら、これの販売価格、売り値がだいたい150から200ぐらいの間で取引されてました。ただ私の場合後ろのところが結構キズキズなので、まあせいぜいまあ100から150でも高いよね、13年乗り続けて。まあそんぐらいだとは思うんだけども、まあ結構いい値で売れるっていうポイントもあります。車ってなんかその値下がりするやつと値下がりしにくいやつっていうのがあるからね。ほんで他のポイントで言うと、まあこんな感じで傷だらけになってもなんとなくかっこよく見えるのがトラックのポイントです。ただいいことばかりじゃない。な、次ね、新しく発売されるまあハイラックスでも言えることなんだけども、ちょっと解説していきましょう。まずはね、車体がめちゃめちゃ長い。次のハイラックスの方が、5.3 メートルだったっけな。ちょっと長くなるんですけども、私乗ってるやつでも5メーターちょい確かあったんですよ、全長。ちょっと待って、わかった、全長516センチ。今だいたいね、軽と同じような面の位置で並べてるけど、もうわかるよね、めちゃめちゃ飛び出しあるんだよこれ。だからこのぐるって回る時の旋回がものすごい必要、小回りが効かない。そんでね、ジャンル的には、貨物トラック系になるのかな。うん、自動車の種別が普通。ほんで1年に1回車検がある。まあでもそこはね、
まあ、まだいいんで、まあ、1年に1回。2年に1回やるわけじゃないから、その1回1回の金額はそこまで高くない。でも、高速料金は高いね。いつも小松、小松空港行くときに、軽自動車で行くときは、690円とかで収まるんだけど、この車で行くと、だいたい1400円前後。だいたい倍近い値段するんだよね、高速利用すると。そこがやっぱり、ちょっとなんか、ボディーブローのようにダメージがいくとこでございます。まあでも他の部分で言うと、ない、かな。やっぱ結果的にメリットの方が上回ったってのはありますね。ほんでまあ次のやつね、もう車13年乗ったんだからってあると思うけど、動かなくなるまで一応乗り続けようと思ってるから、今のところ買う予定はない。あとやっぱトラックっていうこともあってか、すごく丈夫な感じがあります。一切今まで不具合出したことないよね。せいぜいバッテリーなんてあれ、やっぱ消耗品だから何年に1回は交換するもんだしね。まあタイヤが重たいとかそのぐらいかな。まあもしね、ピックアップトラックに興味のある方はね、また次13年ぶりに出た新しい方があるので、私のやつよりもさらに長くてごっつくなるから、もしよかったら皆さん検討してみてください。価格は確か300万ちょいぐらいだったと思います。いい値段するね。以上こんな感じで、私の車のご紹介でございました。